1970年2月2日、モンタナ州マルムストローム空軍基地から、第71迎撃戦闘飛行隊所属の4機の戦闘機が飛び立ちました。コンベア F-106 デルタダートは、当時の空軍が所有する戦闘機の中でも、最も先進的なシステムを搭載した戦闘機でした。部隊での愛称は、数字の6にちなんで6。いちいち立てついてくる鬱陶しいソ連と、その爆撃機が運んでくる核爆弾の脅威から、自由と正義の国アメリカと、その同盟国を守るため、前任の F-102 を大幅に改造して生まれた、マッハ2級の迎撃戦闘機です。初飛行は、1956年、3年後の59年から空軍防空軍団に配備され、1988年まで使用された、息の長い迎撃機でした。武装は、最大6発の、スーパーファルコン誘導ミサイルと、核弾頭を持つ無誘導ロケット、ジーニー。この、アラビアの魔人の名が付けられた核ロケットは、大編隊で押し寄せる、無遠慮でずうずうしいソ連の爆撃機を、ただ一発で行動不能にさせる能力を持っています。固定武装はありませんが、ジーニーと引き換えに、カセット式20ミリバルカン砲を、胴体下にはめ込むこともできます。6は、半自動迎撃管制装置、政治システムの一部として、目標までの最適なルートを自動的に飛行し、自動的に目標を捕捉、パイロットの仕事は、ミサイル発射ボタンのロックを外すだけです。そんなオートマチックインターセプターにも欠点がありました。真空管で構成された複雑で繊細で高価な火器管制装置はオーバーヒートしやすく、激しい起動をするとすぐに機嫌が悪くなってしまいます。大きく薄いデルタ翼は高高度を高速で飛行するためには適していましたが、反面中高度以下の低速起動は苦手だったのです。でも苦手だからといって敵は許してくれません。増えては克服しなければなりません。そんなわけで、今日の彼らの任務はいつもの揚撃訓練ではなく空中戦訓練です。訓練空域に到達する前に1機がトラブルで脱落。この日のドッグファイトは2対1で行われることになりました。彼らはお互いに正面からすれ違い戦闘開始。大きな旋回が終わった時、ジムロウ注意はゲイリーファウスト注意のバックを取れるポジションにいることに気がつきました。ロウ注意はスロットルを前まで押し込みフルアフターバーナーマッハ 1.9 まで加速。高度1万1000メートルでファウスト注意の後方位置につき、ファルコンミサイルのための赤外線を照射する準備をしました。6は敵を揚撃するためだけの飛行機なので、後方警戒装置などはついていません。おまけに振り向いたとしても、せり立ったファイアーウォールに阻まれて後ろは見えません。それでもファウスト注意は自分がさらされている危機的状況に気がつき、大きくバレルロール、そして急上昇。後ろから狙っていたロウ注意も追い越しまいとエアブレーキを展開。2機は垂直ローリングシザースに入りました。激しい G が両者を襲います。先頭のファウスト注意が操縦桿を緩めた時、彼のシップスは失速し、スピンを始めます。機体は回転しながら高度を落としていきます。ロウ注意は無線でスピンから回復させる手順を叫び続けましたが、ファウスト注意の試みは失敗し、機体は深いフラットスピンに陥ってしまいました。フラットスピンは F-106 では回復不可能と考えられており、マニュアルには脱出するよう書かれています。ファウスト注意は、6を自動操縦モードに切り替えますが、状況が改善されないと判断し、高度4600メートルで緊急脱出。パラシュートは無事に開きました。ここで、信じられないことが起こります。主人を失った6は、パンチアウトの際の衝撃と重心変化により、水平飛行の状態を取り戻しており、時速280キロで、緩やかに高度を落としながら、何事もなかったように飛行を続けていたのです。ロウ注意はこの状態を見て、パラシュートで降下中のゲイリーファースト注意に、ゲイリー、君は飛行機に戻った方がいいよと無線で伝えたそうです。その後、
6は、雪に覆われたトウモロコシ畑に着陸し、その一部始終を空中で目撃していたファンスト注意も無事に着地しました。まもなくすると地元の保安官と地元住民が事故現場に到着。この時10トンの推力を発揮するブラッド&ホイットニー J75 ターボジェットエンジンは生きていました。そしてアイドリングを続けているジェットエンジンが雪を溶かし、その推力によりシックスはスノーモービルのようにゆっくりと雪原を漂い始めたのです。この事態に困惑した保安官は空軍基地にどうすればいいのかと連絡を取りました。空軍からの指示はジェット機の燃料が切れるのを黙って任せるべきで決して近づかないようにとのこと。シックスは1時間45分移動を続け、燃料が尽きて停止。ちょうど同時刻に最寄りの基地から回収作業員が現場に到着し、航空機の解体を開始、 1.5 キロ先の鉄道で輸送するために翼を取り外しました。機体の損傷は最小限で済み、回収作業に当たった士官の一人は、損傷がもう少しでも少なかったら飛行機を現場から飛ばしていただろうと言ったそうですが、これは多分ジョークです。このラッキーな787号機はコーンフィールドボンバーと名付けられました。トウモロコシ親父と笑われていたフルシチョフ書記長はきっと梅雨波の陰で北斎園でいたことでしょうね。機体は修復後第49戦闘迎撃飛行隊に移管されています。事件から10年が経とうとしていた1979年、大尉に昇進したゲイリー・ファーストは再びこの飛行機の操縦桿を握って飛行しています。そんなコーンフィールドボンバーも1986年 F-15 に席を譲り退役。現在は国立アメリカ空軍博物館で展示されています。お近くにお住まいの方はぜひとも見に行ってくださいね。次のお話はコーンフィールドボンバーの珍事から5年遡る1965年、ソ連時代のカザフスタンで起きた出来事です。1965年1月25日、ソ連空軍第737戦闘機連隊のニコライ・オフチャロフ中佐は、迎撃訓練のため、スホーイ9を借り、カザフスタンのサリシャガン空軍基地から離陸しました。スホーイ9は、核爆弾を搭載した、クラチで高岩でズーズーしい恥知らずのアメリカの戦略爆撃機から、平和を愛し、清楚で美しく崇高な思想を持つ指導者に導かれた、偉大なソビエト連邦を守るための、全天候迎撃戦闘機です。最高速度は、マッハ1.8、最大4発のアルカリミサイルと、2発のアトールミサイルを搭載できます。初飛行は、1957年、翌年の1958年から部隊に配備されましたが、1975年頃からミグ25に席を譲り退役、息の短い戦闘機でした。NATO はこの戦闘機にフィッシュポット B と名付けましたが、ロシア人たちはバラライカと呼んでいます。ちなみに、これがフィッシュポット A で、これがフィッシュポット C です。同じなので、無理して覚える必要はありません。オフチャロフ中佐のバラライカは、離陸した直後、制御システムが異常をきたし、コントロール不能に陥ります。中佐は直ちに脱出。パラシュートは安全に開きました。主人を失った飛行機は、間もなく墜落すると思われましたが、なんと、そのまま飛行を続け、32キロ先の雪原に、時速400キロで着陸。設置した衝撃で、胴体の下につけられていた2本の燃料タンクが潰れ、それは、即席のスキー板に変わりました。ソリとなったバラライカは、エンジンの推力の力を借り、250メートルを滑走。その後、何事もなかったように停止、機体は、燃料タンクに穴が開いたほかは、全くの無傷だったそうです。もちろん、このバラライカは、制御システムの点検後、そのままサービスに復帰しました。
この事件の7ヶ月前にも、複座型のスホーイ級が、訓練中にディープストール、フラットスピンに陥ることを恐れた乗員は、緊急脱出しましたが、間もなく、訓練機は姿勢を回復。この飛行機は、燃料がなくなるまで、空軍基地の周囲を旋回し続け、その後、耕された畑の中に自力で着陸しました。残念ながら、この時の着陸は、完璧とはほど遠く、大きな損傷を負ったスホーイは、スクラップとして廃棄されました。ピーキーな性格で知られているスホーイ級は、虎を抱いて飛ぶようなもの、とまで言われており、特に着陸は、パイロットにとって、非常に気を使うことだったのですが、この出来事で少しだけ見直されたとか。最後に、F106 デルタダートに関する、面白いエピソードを紹介して、この動画の終わりとします。1966年、チックスのパイロット、ブルース・ゴードン中尉は、いつもの夜間迎撃訓練のため、民間旅客機が飛んでいない時間帯に F106 を操縦していました。前途の通り、この飛行機は、離陸した後、自動的に、目標の位置まで飛行するため、パイロットの仕事は、計器を見つめ、システムに異常がないかを見ているだけです。つまり、何もすることがないのです。機体が超音速巡航に移ると、無音のコックピットは、心地よい揺りかごに変わります。ゴードン中尉は、幻想的に輝くオレンジのイルミネーションを見つめているうちに睡魔に襲われ、ついに眠り込んでしまいました。どれだけ時間が経った頃でしょう。自動システムは目標を捉え、最適な攻撃位置に移動するため、機首の向きを変えました。ゴードン中尉が眠りから覚めたのは、旋回の反動で、ヘルメットがキャノピーに当たった瞬間でした。その時、レーダー画面は、すでに目標を捉えており、耳障りな自動音声システムが攻撃を促していたのです。彼は、慌ててスーパーファルコンを選択し、ターゲットをロックオン。無事に、目標の破壊に成功しました。その後、睡眠十分の注意は、手動モードで、チックスの機首を基地に向け、何事もなかったように帰還。ゴードン注意曰く、訓練中に居眠りをしてしまったパイロットは、彼だけではないそうです。最後までご覧いただきまして、誠にありがとうございました。それではまたお会いしましょう。